元気にななるリハックスですよこんなの初めてどこで小林さんはろくでもなくなるのか道が閉ざされるのかっていうのが気になってます。こうご期待というこで余裕がなくなって危機になった時に大幅に変わるっていうのが、まあ、歴史的には日本で何度も起ことっているの AI については日本が最も実は自由にやるとうのも,ものすごく実は偶然自由度の高い,いのメリットが あったのでむしろアメリカよりも日本でやった方がいい場合ありますよ何もしてないからすごいいいとこか言ってただけって、積極的に頑張った結果ではない気がしますけど日本人の靴作って金持ちになるやつはムカつくから引き起ろされるところが見たいだけで成功してほしくないっていうのは過通半分じゃないかって気がするんですよ私は結構変わるんじゃないかと思ってっていうのは余裕がなくなってきてますよね今このコミ圧倒的な人手不足 インフレの中でもうこのふうに動かなくなるんじゃないかっていうのを、しかももう一押し共有できたら、大きく変えプラットフォームに対するむしろ包括規制っていうのは必要なんじゃないかっていうことです<ん>欧州はそうしてますね、本当にヨーロッパ型がいいのかっていうのは、ちょっと考えた方がいいですね結局、ヨーロッパでちゃんとしたプラットフォームは育ってないよねだからといって、アメリカ型に行けばいいというものでもない、どこに行くんだろう。い,やいや スタートアップ政策もですね別に補助金を配る政策ってのは我々やりたいと思ってなくてむしろそれ過去がそうだったんですねでも補助金って別に一回配ったら終わりで大きくなっていかないんですよねそれよりもストックオプションでちゃんとたくさんのお金が調達できると今回特徴的に入れてるのはやっぱり国内のベンチャーキャピタルだけじゃなくて海外のベンチャーキャピタルにももっと参入してきてもらう いや、その結局、その VC が投資しやすくするとか、ストックオプションがうんぬんっていうのは、まあ効率は良くなるんですけど、売り上げが上がるが一番重要なんですよ。売り上げはバンバン上がってれば、多少非効率な金の配り方してても、結局儲かってるからいいよねだし、売り上げバンバン上がって利率が高かったら、ほっといても海外が投資に来るんですよ。なので、そこのなんか、日本国内で有利な状況で売り上げが上がるよねっていう構造すら日本人が日本の国内で作れないっていう。 で、じゃあ音楽ももともとは日本って、ソニーだったりとか、強いところがあったのに、でも結局そこでプラットフォームっていうのは、日本国内では作れなかったじゃないですか、で、だから日本国内にそういうものをやって、お金をちゃんと儲けようっていうんじゃなくて、日本人がやったら足引っ張るっていう人ばっかりだから、日本から生まれないんですよね。エルキさん、そしたらどうしたらい,いですか、それは。なので僕、まだ唯一チャンスがあると思ってるのが、漫画のプラットフォームだと思ってるんですよ。 アマゾンがある程度強いんですけど、まだ漫画のプラットフォームだったら日本国内で作れる可能性があるんですよ、出版社が強いから。でも出版社同士で連合して何かやるに一切ならなくて、自分たちのなんかジャンプはジャンプのアプリみたいなので囲い込んじゃって、結果こうなると、ああ、たぶアマゾンが全部持ってくんだろうなっていうので、負けがまた確定するんだろうなっていう見方をしちゃってるんですけど。え、お先真っ暗じゃなくて、ダメじゃない <laughs> 負け確定で終了すればいよ、それ、は。 だからその音楽のその東芝エミーとソニーとかっていうすごい強いのがあった時代も勝てなくて、で、ゲームに関しても任天堂とソニーとっていうその二強があったにもからず、なんだかんだ言ってそのゲームプラットフォームというのはなぜかスティームってアメリカのところがうまく持っていき、で、マイクロソフトがうまくやっていてみたいになってて。 だからなんか、すべてこれ、こうやったらうまくいくよねっていうのを、全体として日本で勝とうじゃなくて、俺たちの会社の利益を最大化するっていう、日本国内で喧嘩をして、結局、おいしいところを全部海外に持っていかれるっていうのを、毎回毎回やってるなっていう感じがしますよねまあ家電とかでもその件ありましたけどね、そこ、小林さん、どう見ますまあ一要因としては、一つはやっぱり1億2000万国民いるので、内需が大きいから、あんま外出なくていいっていうのはありますよね、で韓国はま4、あ0 0 0万なんで、むしろ早く出なきゃいけないっていう気質があるっていうのは。 間違いなくあると思いますでもまあよくあるこの話って結局経営者がまあ海外に持っていかないからじゃないかとかまあ他の経営者と話をしてですねもう事業を大きくするってことをやらないじゃないかっていう論に入っていくんですけどでも経営者がそういう判断をしないっていうのは構造的には金融の市場として株主が「なんであんたの会社こんなに資産があるのに国内にとどまってんですか?」と「海外に行かないんですか?」 場合によってはこんな4社も5社もある中で経営統合しないんですかっていうプレッシャーがかからないことが私は根本的な要因だと思うので政治的に言うとやっぱりこの金融のマーケットを正常に機能させるっていうのが最も効果的だと思います一方でまあ経営者のマインドが変わるっていうのはすごく大事なんでまあだからやっぱりスタートアップに出てきてもらってやっぱり一定その経営経験がある人たちが既存の企業に入っていくのか まさに冒頭言ったように、既存の大企業を M&A する、もしくは大企業がそういうスタートアップを M&A して、新しいカルチャーを取り入れていくっていうことが、まあ、必要になるかなと思って、やってますそのアップルがじゃあ、携帯電話、iPhone でなんでうまくいったのかっていうと、そのモトローラの特許を買いまくって、グーグルも Nokia の特許を買いまくってっていうので、その上場してる会社のものを金の力で物を言わせて買うっていうのが、それ合法だよねっていう話じゃないですか。 なので、非効率な経営をしている会社があったら、それはもう金の力で買ってしまって、有利な経営をするっていうのは、日本以外の国、すごく当たり前なんですけど、じゃあそこで東京スタイルっていう利益率が低い会社を買い取って、うまくやろうぜみたいなのことをずっとやってた村上財団は逮捕されましたよね。要は非効率な経営をやってる会社を買い取って、そこでもっと経営効率よくした方が、社会にとっていいよねっていうことも、日本社会は望まなかったじゃないですか。 なんかよくわかんないけど、なんかあいつが金儲けてそうだからバッシングしたほうがいいよね、で、逮捕したほうがいいよね、だから表社会からあの人消したほうがいいよねってなっちゃうじゃないですか、かスタートアップがどうこうというより、多分、大きなお金でその物事を効率よくするっていうのをやろうとすると、スタートアップの人が頑張りました、でその金でなんかやろうとしますっていうと、あいつが儲けるのもがつくっていうので、結局、叩かれてて終わるっていうそういうことなさまあ当時はそうだったってことはありましたよね。 だだから今それを変えるってことと思うんですねでもそれがもしかしたらこのリハックでもできるかもしれないしいやだから結局んななんか変えたいし変わった方がいいと思うのは多分小林さんと僕もそうなんですけど日本人の気質として大多数は金持ちになるやつはムカつくから引きおろされるところが見たいだけで成功してほしくないっていうのが多数派なんじゃないかって気がすするんですよ、うん、私は結構変わるんじゃないかと思っててっていうのは余裕がなくなってきてますよね。 今この国にだからその余裕がなくなって危機になった時に大幅に変わるっていうのが、まあ、歴史的には日本って何度も起こっているということだとするとやっぱこの圧倒的な人手不足とこのインフレの中でもうこの国持たなくなるんじゃないかっていうのを期機をもう一押し共有できたら私は大きく変えられると思ってますね。もし 2つ目の質問はどうでしたっけああいや2つ目のご質問についてはまだご回答いただいてないと思いますね。あのプラットフォームに対するむしろ包括規制というのは必要なんじゃないかということですね。ひ、ま、と、あ、言でまとめると、はい、欧州はそそううしてますすすねねね AI も同様です、ね、そうです、ね、今自民党には競争政策調査会というところがあって、うん、ここがあのプラットフォーム規制についてあの今やってます。 でただ、おっしゃるようにこの横断的にどうするかということなんですけど一旦ですね、でもプラットフォームというのは今回ちゃんと定義をして規制を始めたんですねであれが第一歩目なのでやっぱりどれぐらいのこうユーザー数がいて影響力があるとプラットフォームとしての責任を求めるのかでその時にじゃあ必要な個人情報保護ができているのかとか税金ちゃんと払ってますかとかですねあとまさに違法な広告とか出してませんか、うん、みたいなところを、ね、取り締まるというのは始まりましたから、まあ、ここからさらに進化させると。 いうそうだと思うんですけどそうすると従来のようなあの個別の,あの分野と法による規制になっていかないですかね欧州のようなあむしろ上から網をかけていくようなあ法律にはなっていかないんじゃないかっていう気もする懸念も残るんですけどそれいかかがですかあむしろそれはこれからの議論ですね、うん、まさにどっちが効率的になるのは,分かるはちょっと考えた方が良くて どちらかというとプラットフォーマーを規制してもうなんかこうなるべく押さえつけていこうっていうことをやって、まあ、結局ヨーーロッッパででちゃんとしたプラットフォーマーは育ってないなわけですよね,そうですねだからもうそれをもう排除し続けるっていうかガードし続けるっていうスタンスを取るのかそれともあのもう少し違うスタンスを取るのかっていうのは私は大きく違うと思うので。 あんまりヨーロッパを追いい続けるるのも危ないかなとなかほど、まあ、片方でその人間中心主義の建前っていうのがあって、まあ、EU 憲章から突起起起こされてますけど、まあ、同時にその欧州の5億人の市場を背景にしながらアメリカ資本に対してまあ一定のそれこそ先ほどおっしゃってたまあエンフォースメントを担保していく、まあ、欧州のやり方ですよね。で日本はあの先ほどから出てるように欧州ほどの人口ないと,ということは欧州ほどの交渉力もまあ持ちにくい。 その時にに欧州型に行くっていいうのはこれ難しいと思うんですねでだからといってアメリカ型に行けばいいというものでもないとまあなのであの例えば DFT みたいなデータフリーフロートラストみたいな概念を出してですね,ねでどちらかというとア ASEAN アを巻き込んでいってうんアジア,ア,ア、うん、で中国は難しいけれどとで,、ね、で,できればグローバルサウスのインドにも入ってきてほしい、うん、ということをやりながら、まあ、この間 G7 で合意をして まさにこのアメリカとヨーロッパの間に立てるようにっていう戦略を今とっていってますがエンフォースメント執行力っていう意味でいくとヨーロッパをもっと参考にした方がいいと思っていて例えば今日本でもちょっと話題になっているアップルの iPhone のですねえアプリマーケットがアップルの純正のマーケットしか今使えないんだけどまあそうするとこれ手数料がものすごい高いよねっていう話があって実はヨーロッパは先行してえサイドローディングということで まあ別のルートからアプリをダウンロードできるようにするっていうのも、まさにこれ、執行力を生かしてですね、やってるわけですね。で、日本は、えっと、何でもサイドローディングできるようにするわけではなくて、別のアプリマーケットまではちゃんとやろうよっていうことで、これ、アップルと交渉してるんですけども。アップル反対してますね。してます、ね。ええ、が、ここは、あの、やりきれると思ってます。<っ>はい、がこれもやっぱりヨーロッパのやり方っていうのは、我々相当参考にしているので、うん、まあ、それぞれの各国のやり方を本当にあの学んでですね、やれるものはやるということをやっていきたいと思います。エロキさん、どうですかこれ ヨーロッパのマーケットがでかすぎるので、そのアメリカの企業に対して、お前らヨーロッパに税金落とさないんだったら使わせねえぞっていう脅しが効くんですよね。でも日本がそれやったときに、じゃあ日本に出しませんで終わるんですよね。XBOX の最新版とか、ほとんど日本で売ってないんですよね。もう日本マーケットとして見て見なないののでその 残念ながら日本っていうのは、それほど世界から大きく見られてませんよっていうのがあるので、プラットフォームの規制をするっていうのは、むしろ自分たちの首を絞めるだけな気がするんですよね。で例えば、なんか AI が危険だよねっていうので、じゃあ AI の規制をしようって、ヨーロッパやってますけど、あれ、AI 規制した方がいいって、イーロン・マスクバンバン言ってますけど、あいつ、AI にめちゃくちゃ投資してますからね、要は競争相手減らそうとしてるだけなんですよ。 それを真に受けてじゃあ俺たちも規制しなきゃいけないって言って制限してアメリカが結局勝つよねっていうのをずっとやり続けるっていうだけなのでプラットフォームの規制っていう考え方っていうのが僕はそもそも違うんじゃないかなって気がするんですけどまあなのでまさに AI については日本が最も実は自由にやれるっていう状況を守ってるのはその戦略をずっと見てきたからなんですよね。だこここれヨーロッパに乗るるととまた同じことが起こる でむしろ著作権法上ものすごく実は偶然自由度の高いメリットがあったのでむしろアメリカよりも日本でやった方がいい場合ありますよそこちょっと具体的に聞きたいですねアメリカとヨーロッパと日本で AI のこう開発上がどう,いうどういう違いがあるんですかえっと一番の大きいものは AI を学ばせる時に取り入れる作品の情報ですねここが著作権で引っかかって違法になるのかならないのかっていうのがあってこの学ぶインプットに関してですね日本は非常に緩いんですね アウトプットはアメリカ等と同じっていうことになってくるのでだからそういう意味では学ばせるには実は最高の環境であるというのが一番大きいですね。こ今のところ 欲しいというか、何もしてないから、そのまま便利だよねって、アメリカの場合は脚本家協会とか、デザイナーとかが文句言ってたから、こいつらに金払わなきゃいけないから揉めてるっていうだけで、その何か積極的にやった結果というか、何もしてないからたまたまそこにいるよねと、でヨーロッパに関しては、なんか AI って危険だから網かけようぜっていう、そのヒューマニズム的なところで言い始めたので、なんもしてないからすごい良いいろにいるっていうだけで、積極的に頑張った結果ではない気がしますけどあこれ、本当にそうで、だから私言ったように、偶然って言ったようにですね。 まさに偶然の産物でこの学ぶところはですね規制がものすごい緩いんですよ。だけどそれを今努力して守ってんですね。だからそこが努力のポイントってことですね。まさにヨーロッパの今までの戦略を見るとなんかヨーロッパは規制してるから日本も規制した方がいいんじゃないかみたいになる論点を実は自民党側からこれは規制するんではなくて活用するのだっていうことを先に打ち出してで政府も同じ方向に進みっていう流れを作って とはいえでいくと、その結局、日本語の情報って、まあ、コミュニティで出てくるものが、文字情報ってめちゃくちゃ多い,いんですよね、その新聞記事なんかより、でそこら辺でツイッターだったり、フェイスブックだったり、ユーチューブだったりっていう、ほぼ外国企業じゃないですか。 LINEYahoo に関しても、あのこれ、想像が入るので微妙ですけど、個人情報と情報の取り扱いというのが、ヨーロッパ上合法にできないので、Yahoo って日本から見れないですよね、YahooJapan。あい なので、それも考えると、多分日本のそれを使った場合っていうのは、ちょっとグレーなんじゃないのっていうのは、アメリカからも言われる気がするので、日本の法律としては OK なんだけど、日本語の情報で日本の会社が持ってるものって、実はあんまりないんじゃないのっていうところになっちゃう気がするんですけどうん、まあ、その日本語のコミュニケーションの情報ですよね、まあ、文字情報、どれぐらい持ってるかっていうところでいくと、一番でも持ってるのは国立国会図書館なんですよね。 これ2002年までの著作権切れのやつは全部デジタルでアーカイブされているので、まあ、これを使えるっていうのはとてもメリットがあると思いますただこのカードを誰に切るのかっていうえどうですか国立国会図書館の話どういうことですかちょっと今一瞬分かんなかったんですけどつまり今まで日本中で出版された印刷物っていうのが全部国立国会図書館で収蔵されてですね、うんうん、でそのうち著作権が切れててデジタル化さアーカイブされてるものってが2002年ぐらいまでのものが全部アーカイブされてる これを AI にインプットすると、ものすごい日本語の文字情報、で意味のある情報で、かつ非常にきれいな日本語のものが入ってるっていう意味では、まあ、学ぶ資産としては非常に大きいというでも無料。無料で使えるのは、年以前のものもですね。そうですね、著作権儀礼のものでっていうことですよね。うんうん なのでそうするとその現代日本語とはちょっと違うものなので微妙なんじゃないかなってもう一つは総務省の NICT っていうのが持ってる実は同時通訳で日本語、えー、と外国語と日本語に関してはものすごい異常に精度の高いあの同時通訳のアプリケーションを持ってるんですけどここも実はそのデータを蓄積をしていてこれはむしろ最新の情報をたくさん持ってるんですねこれは政府の研究機関なので、まあ、これも使うことができる。 いう意味ではある種こう研究開発のチャンスはあると思いますけど、まあ、そもそも日本語を使っている人口の数が少ないのであ,のあんまり日本語だけのですね AI をまあ一生懸命使って世界で使えますって言ってもきついと思いますからまさにこの ASEAN とあと本当は戦略的にグローバルサウスって言われる、まあ、インドとかアフリカの人たちと巻き込んで 日本の拠点とか少し拠点を海外にも作るから一緒に共同研究しませんかっていう戦略をまあ取っていかないといつまでもその人口が少ないユーザーが少ない結果データが少ないっていう戦いから逃れられないのでやっぱりどうやって国際的に一緒にやるかっていう戦略を取るべきだと思います。具体的すこの間ひろゆきさんっていう人をなんかアフリカに置いてきたんですよ。は三、い、週間ぐらいだけどアフリカ行っても弘樹さんなんかずっとチャイナチャイナって言われてましたよね。 なんか日本の影とかもう最近一切ないですけどどうやったらそのアフリカとかインドとかを巻き込めると思いますかまあ一つは信用ですよねつまりなんかデータが勝手に取られないかとかあとでこう権利がですね渡されなくなるんじゃないかみたいなことの心配については、まあ、ありがたいことにこれまでの積み重ねで各国から日本に対して信頼があると一方で中国に対してどうかというとやっぱり中国はなかなか信用できないというふうになってる。 いうことがあるので、まあそこの信用でまず一つは勝負するっていうことだと思います。ヒュさんどうですか？結局 AI の研究ってその研究者にいくら渡すかで、ね、それなりに優秀な研究者が異席になると1億円レベル動くんですよねアメリカって。 でそういう人たちが引っ張ってたりするので、でじゃあその、本当にちゃんと研究やって、その実用レベルまで持っていける人って人数そんなになくて、もともとオープン AI の幹部やってた人が、そのテスラの自動運転をやるようになって、ほんでまたそれがなんか1億円ぐらい払って、オープン AI に戻ったりみたいな、結局、超優秀な数人の取り合いになっちゃってるんですよね。だからそこのレベルの人たちに、日本が税金で外国人に金払えるかってなると、 やっっぱ日本人って嫌がるじゃないですか外人に1億円年収払うみたいになるとなので結局はなかなか難しいのかなって気がしちゃうんですけどまあ話ぐるっと待ってだからやっぱり税金金でで補助金はやめた方がいいんですよねちゃんとスタートアップとして投資が集まるっていうことかまあソニーが相当実はインドに拠点作り始めてますけどああいうまあ伝統的だけれども革新的な大企業で資本があるところがしっかり進出をしていくのを まあ、として外交上どうサポートできるかとか、まあ、戦略上サポートできるかということだと思ってます。 むしろ多分その大学とか、金目的じゃない人のところに GPU 配りまくってで、人工知能研究してくださいってなると、あ日本だと人工知能研究できるよねっていう形で、外国の,その研究者の人たちが来るようになるので、その日本の GPU を無償で提供する大学に関しては、英語ベースで授業をやるとか、英語ベースで論文を出すっていう形にして、バシバシ GPU。 買いまくるるるとかの方がががままだ影響力がある気がすすんですけどまさにそれをやっててあの産層研でですね GPU を買いまくってでそれを実は大学とか、うん、あのスタートアップ企業にこう無償で使えるようにするっていうのをやってるんですねなんですけどまだ足りないのはさっき言った、うん、まさにその大学が自分たちだけでやってるともう全然伸びないので、うん、まさにそのグローバルサウスの大学と連携して人材ぜひ留学に来てくださいとで一緒に研究しましょうと何だったら研究成果を共有しますかと。 いうところまでやるとあのいい戦略になるんじゃないですか。そこ西田さんどうですか大学のまああのそれも昔から同じ政策なんですよね。で、まあその国際共同研究のまあ支援ってこれずっと文科省は言ってるんですね。で、だけどやっぱり規模が小さすぎるっていうのはやっぱりお金の桁っていうのはやっぱりとても小さい。それから短期的な成果っていうのを求めがちで、まあだいたい三年から。 長くて7年ぐらいのものを10年続くことってないですね。かつやったあのえっ、ー、とセンター・オブ・エクセレンスとかグローバル・シオイとかもまあもう今今や影も形もない。で看板だけ変えながらどんどん規模が小さくなって、まあその手の連携推進とか。 改革をそのバーターにした短期的な事業は大量に落ち,落ちてきているというのが現状ですよねまあだからそれでいうと例えば10兆円の大学ファンドも結局のところ大騒動が起きた挙句にですね東北大学だけが採択されてまああの来年以降もまだ募集続くんですけどもでもあの例えば今年出したものとは内容が同じものではいけないとかですねまたあの大各大学が 同じような書類作りに棒札されていくという感じですね、まあ、これ、なんとかしていただきたいと思いま,す、うん、まあ、本当、そのなんか、大学に無駄な作業をめちゃくちゃさせるっていうのは、うん、もう早くなんとかした方がいいですよねそれ,いやそれだったら、もう現実的なところに行っちゃった方がいい気がするので、例えばお台場で完全自動運転で事故った場合の損害賠償はもう国が出すから、ドライバーなしで動く自動運転、バンバン開発してくださいっていうのでいけば、 結構世界中の自動車系のとこ集まってくるし、そこで日本の技術はすごい上がると思うんですよね。そこからものすごい損害賠償の額になるかもしれないですけど、でも自動運転で損害賠償をどう請求するのを抑えるかっていうところの、その保険も含めてのモデルができると、それは世界中で売れるじゃないですか。 なんかお,お台場で交通事故を起きまくりモデルっていうのはどうなんですかまあフジテレビの人、<laughs> <laughs> 規制改革特区のバージョンとかでありえるかもしれないで, <laughs>、はい、でもど、どうですか、今の,、まあ、あのちょっと理想気味のように見えて、まあ、結構いい手段かなと思うんですけど、小林さん、どう思いますまあなので、なんかそういうことを可能にするのが規制改革と特区の仕組みなんで、だからどんどん使うってことですね、でも問題、ポイントは、多分三3人で共通したのは、ですね国内だけでやるなってことなんですよね。うん まあ1億2,000万っていう数は私たちにとって身近に商売するには結構大きいけれどグローバルな競争を考えると実は小さいのであるということを認識して仲間と一緒にやるということをやらないと、まあ、日本はまずいとだからそれで今思い出しましてなんかあの「ティアフォ4っていうこの番組は昔あの成田悠介さんっていう、まあ、今もあのリラックス別の番組やってますけど人いて、まあ、その人も知り合いでなんかあの加藤さん「ティアフォ4ってご存知ですかね。ティア4って自動運転の えー、研究をやって、まあ、世界に打って出ようみたいな会社があって、まあ、そこの戦略って、グーグルに勝つために、なんかこう、オープンソースにして、巻き込んで、こう、大きくしていこうみたいなところですよね。で、そこが、最近なんか自治体と組んで、全国100か所ぐらいの自治体で自動運転も、バスでやると、ね、やってて、もうなんか20、二十数か所は本当にもうすぐ来年ぐらいかな、やるみたいなこと言ってたんですよ。で、なんか1、一個一個許可取んなきゃいけないやつですね、なんか、道路とかも。だからそこら辺もなんか、一気に、本当はできる。だって、1か所で OK だったら、まあ、朝地区で OK だったら、まあ、練馬区でも OK だろうみたいなとかあるじゃないですか。 そういうの,やってるの規制をやるさっき言わさてるったこ,とかこれはですねあのもう一歩踏み込んで規制というよりはやっぱり国と地方の、うん、この権限の見直しですね、うん、もうそこが実はこれからの日本が大きく変わる鍵で人口減少社会でもですね国と地方、ええ、成長できるっていう社会に作れるかどうかで私がもうこれからあ 命をかけてやりたい。政治家生命をかけて。かけてやりたいってい。どこが問題ですか、国と地方もうバラバラすぎですね。先ほど言ったように、まあ許認可の手続きですね。例えば何か新しい建物を建てたいって言ったらですね、港区で取った許可が同じ建物の設計図で渋谷区で出ないっていうことが起こるんですね。でこれは消防の判断がもうその消防ごとになってしまっているとか。 建築の許可の判断が地元のその自治体ごとになっているっていうことから起きてます。で同じものなんだったら一発で手続き終わった方がいいよねって高橋さんおっしゃったようにそうなった方がいいじゃないですか。ってことは自治体にその仕事って本来なくてよくてもう国と自治体で一つの窓口一つのフォーマットでいいものってたくさんあるんですよ。でもこれって戦後地方文献が正しいっていうことで,なんで何でも自治体に渡して。 不要にバラバララしてきたんですねこれを一回やめて再整理するということを今度のデジタル行財政改革会議という場所でやりたいと。それやったらすごいですね。いやそれはすごくてか,あのかなり大きな発想の転換なんですよ。やっぱり文献改革 でまあ、やっぱりずっと旗印になって、まあ、今でも掲げてる世とあったりとかしますけどでも文献だけだとうまくいかないっていうのは例えばコロナのワクチン行政とかでもやっぱり明らかになったわけですね。まあ、マイナンバー行政ももちょっとととそういういいこあるかもしれないと でといったときに、まあ、必要なものを一括化してで、まあ、国が吸い上げるとでだから、これは言ってみれば今まで分ま献してきたものを元に戻すということなんだけれどもでもそうすると自治体今、やっぱり人手不足だって言ったときに実際の負担も軽くすることにつながるわけですね。いやそれがもしあのできると、かなりすごいですね、まあ、ど,うどう見直していくのかそれは実効的なものになるということが大前提だと思いますけどもしその転換ができると次の新しい行,政行財政改革の、はい、お第一歩だと思います、ね。もう全く 今後から目指してきた。また国の形と違う人口減少モデルの新しい国の形を作ることになると思ってるんですね。で、自治体が本当にもう人手不足でもうパンクしてんですよ。うん、結構いろんなニュース流れていて、なんかこう自治体職員がミスして起こった。なんか数百万円の損害を自治体の職員が弁償するみたいなことは起きてるんですけど、学校のプールとかもです学校のプールの出しっぱなしだとかですね。で、それが起きるぐらい。もう自治体って人手不足なので。うん 昔はもっと権限が欲しいって言ってたんですけど今の自治体の人たちと話すといやもう頼むからこの仕事を返したいと、うん、もう隣と一緒にやってくれっていう要望がすごい出てくるのでこれを一気にですねこの年末までにたくさん集めてで,できるものでかつ国民にとってもインパクトが出やすいものから早くあのサービスを提供したいと思っています。平野さんどうですか だからそのまあ、同州制みたいな形にした方がいいよねって言われるんですけど、でも結局、議会は減るし、議員も減るじゃないですか、そこでみんなその政治家が賛成しないから、そこら辺の権限手放さないっていうのがずっと続くと思うんですよね、やっぱりどこも合併した方が効率いいよねってなるけど、合併すると議会が減るし、いや例えば村長だった人は村長じゃなくなってしまうみたいなのがあるから嫌がるっていうのがあって、その政治的権力を一度持った人がそれを手放すっていうのって、かなり進まない気がするんですけど。 まあ今回で整理しようと思ってるのって例えば国民健康保険ですねもう数千万人が手続きしてる国保なんですけどこれも手続きって自治体ごとにやってるんですよ、うん、でもやる必要ないですよね一つのコールセンターで手続き終わってほしいじゃないですかうん、うん、でそういう話なんですよねなのでひろゆきさん指摘したどちらかというとこうヘッドクォーター企画部門を こうなくしにかかるっていうふうになるといやいや自分たちで企画したいって話になるんですけど、うん、いやむしろオペレーションを回している現場の部門で、うんうん、この業務って工夫のしがいないよねっていうところをもう国で一つにしようよという議論なので、うん、まあまあ多分メガバンクとかですね、うんうん、証券会社とか普通にそうなってると思いますけど、まあ、そういう当たり前の形に変えていくっていうことですかね。 他にには何,何が健康保険以外にするのって水水道水道もそうか自治体、はい、で,上下水,道で,す、ね、で水道もスタートアップ2社面白い会社出てきてて衛星からの電波の跳ね返りの情報でここの土が水分量を圧倒的に置いてから漏水してるはずだみたいなのが見つけられるスタートアップとかあとビッグデータ AI に加わせて、うん、これはアメリカから来たあの日本人がもう一回戻ってきてやったスタートアップなんですけども。 えー、フラクタって会社ですが、これはあのどちらかというと漏水の情報を食って、七八割ぐらいの制度で当てられるみたいなやつ出てきたんですけど、これ千七百四十一自治体に営業行かなきゃいけないんですよ。これもスタートアップ契約するために、そうです、負担ですよね。あ、それは厳しいな。ねえ、<laughs> うん、だからこれ一個にしちゃえば、もう調達も楽になるし、ちなみに水道の管理システムだけ一つにするだけで、だいたい一千四百億円削減できるっていうのはもう見えてですね。 ここういういいいとと。とをやっていけばいいとあと消防消消防消防ですね。消防車の配置救急車の配置も市町村ごとにやってるんですねで奈良県は県で一つにしてるんですけどやっぱり効率的なんですよなるべく広域でやった方がこう市境とか県境に車配置した方がいいとかってあるんですけど仕事にやったらそれできなくなるそっか市の中のちょっと真ん中に作っちゃうんですもんねそうです ということが起こ起っているので、まあ、そういうのをどんどん洗い出していくとたくさん出てくるんでおそらく数兆円から10兆円超えるような削減効果っていうか効率化の効果は出せるんじゃないかどうぞ西さんあいやいや,あのいや警察はまあその文献化している方がいいと自治体警察の方がいいと思うんですけど確かに消防なんかはある種ファンクションですに、まあ、過ぎないというちょっと語弊がありますけど。 自治体に分業してる合理的な理由ってないかもしれないなと、えーはい、よりデータがたくさん集まった方が対応も早くなるじゃないですか、うんうん、なんか警察ってちょっと集権されちゃうとですねあの怖いし、うん、ちょっと気持ち悪いって感覚あると思うのでそこ整理が必要なんですけど、うん、さっきの国民健康保険とかですね、うん、広島県の呉市ってところは糖尿病予防を一生懸命やると年間2億円実は医療費を削減できてる ででででももそれっってていつまでもクレシだけでやってるんですよ、うん、これ20万人の町で2億円なんで1億2,000万人展開するとものすごい金額になるどうやってんですこれこれ健康診断したら4年以内に糖尿病になる確率高いです帰ってたんですけどちょっとどうやって、うん、これはです、ね、クレシはこれ高橋さんがクレシに住んでたらすぐ電話か,かかってきます<う>クレシから<う>で「あなた<う>引っかかりましたね」と「早く病院行ってください」で早く病院行くと実は糖尿病にならない。 もしし重症化しないってことでできるんですよそれをほっとくと糖尿病になってものすごく慢性企業で年間数百万とか数千万お金がかかるようになるということになる医療負担が激しくなっちゃうってこと、ね、そうですしかも、まあ、働く仕事にも影響出るじゃないですかだからこれが元気で活躍してくれたら2倍お得なんですよね俺苦しい引っ越して苦しいで起業しようかないやいやっていうか病院行きましょう、うん、<laughs> 病院行きましょう、うん、あと病院に行くのが最病院に行くだけです,です通院するだけです、ね、通院するだけか <laughs> ちょっと時間もあと,と10分、15分になってきちゃうあ,あれ小林さんが初めに言ってたデジタル政策、スタートアップ政策、もう1個が雇用政策でした、はい。リスキリングと労働移動。うん、そこに関して、ちょっとお聞きしたいんですけど、まあスタートアップ増やすって、どうしてもやっぱその雇用政策とセットな気はしますよね。今僕、やっぱ大企業でぬくぬく、まあ比較的働いてたけど、環境という意味ではぬくぬくしてましたから、まあ、居心地いいっすよね。ででまあ、大企業に限らずやっぱ就寝頃で居心地いいいかもしれない となるとやっぱ挑戦って俺もやっぱ無理やり弾かれなかったらやっぱ一生しなかったかの数ちょっとあるんですよねたまたま事故っただけで無理やり起業しただけなんでってなると雇用政策と結構一体な気がするんですけどこれ今何が問題でどう変えていこうっていうふうに思ってるんですか一番の問題はやっぱり年功序列型賃金ですねあのよくニュースに出てくるのはまあ賃金が上がらないっていう話でリスキリングしないっていう話日本人はリスキリングの意識が低いみたいな言んですけどす、ねうん、これだからリスキリングの補助金増やそうじゃあ全然解決しなくて いやなんか自分でなんか資格を取ったらこのキャリアに転職して給料が上が上るだから学ぶんでも転職した先に行ってもまた年功序列型賃金だったらやっぱり転職したくもなくなるし転職したくなければ学ぶ記憶もなくなるっていうことなのでなので年功序列型賃金をどう変えていくかっていうのが間違いなく一番の日本のの労働市場これがで、ねうん、ひろゆきさんどう思います 結局、リスキリングの、まあ、大学に行ったからといって、そじゃあ、アメリカの場合って、コンピューターサイエンスの学位があります、じゃあ、プログラマーとして活躍できるよねで採用になるんですけど、日本の大学って何もしなくても学位もらえるから、高校生が年取っただけでスキル的にあんま変わんなかったりするじゃないですか、そこでちゃんと実用性のあるスキルだから評価されるよね、だから給料上がるよねっていう構造になってない気がすするんですけど西田さん、大学どうですか。 ゆきさんとか僕とかの小林先生とかが大学生だったら20年前とはやっぱりだいぶ変わってますねあの卒業要件厳しくなってますでそれから昔は大学の授業ってあの10回ぐらいしか学期なかったですけどやっぱり文科省が厳しくなってですねそれダだめよとやっぱ15回ちゃんとやんなさいよとで休校はだめみたいな基本的には原則歩行としてあのやんなきゃいけないとか。 なってですねで大学のカリキュラムの組み方もだいぶ変わってるので、まあ、そういう意味ではちょっと変わったってうだら昔の大学よりもですねそうするずっと難しくなってますねそれは一つあると思いますただまああのやっぱり中退とかあそれからそうですね留年を避けたいっていう意欲は強いのでまあ,あの欧州とかアメリカと比べると進学の要件は甘いかもしれないですねまだまだいや。なんかその難く 難しくなってるというのと、社会にいたときに役に立つかっていうのは、また別な話な気がするんですよね大学で学ぶことって、直ちにその社会に役に立つとは、まあ、一概には何とも言えない、それは別に日本に限らないと思いますね文学部とかもどうでもいい役に立たないでいいんですけど、<の>じゃあ、こんなに高いとか、法学部ですとかっていうので、やっぱ他の国の場合はいきなり役に立つじゃないですか。 だからそのスキルとしては、しいですよビジネススクール出ると、そうですね。ロースクール出ると日本でも、ま、ああの、もっぱら、なんていうのかな、ビジネス界でも評価高いと思いますね。っていう、ちゃんとした大学はそうですよ。でも別にじゃエフランク大学の法学部出ても何も変わらないじゃないですか。 いやいやあの何も変わらないかどうかって難しくて、ですね例えば、障害年収と、それからあの初年児の、ですねあの初職の給料を比較してみると、あの大学がつまりエフラ,ランって今言わないんですけどあの、ボーダーフリーって言うんですけど、あのとかも含めてあの、なんていうのかな、あのちゃんと優位さが出てるので、まあい、無意味とまでは言えないと思います、ね、大卒の方があが収入が高くなるよねという平均がありますがそうなんですよ。 ただそこが、エフランに行っている人がスキルが上がったから、この人を採用して給料を高くしようっていう話じゃないじゃないですか。だからリスキリングで、例えば高卒で働いてましたっていう人が、F ランに行って法学部に行って、で、そのまま就職しますっていう時、単に大卒だから就職しやすくなるだけで、学んだ内容によって給料が上がるっていう話じゃないじゃないですか。 うんそうですね、まあ、日本の場合は新卒一括採用をやってる、ね、特に大企業の世界では新卒一括採用が主流です。 でやっぱりそこが変わるというのは大きいと思いますね新卒一括採用はとても雑で企業にとって有利なシステムですねつまり何も考えずにバクッと相互の人を取っちゃうとで個別の人の能力見てないですねで個別の人の能力を見ないのであの学生たちもあんまり伸ばそうまあ僕たちもそうだったんであんまり人のこと言えないんですけど意欲が働きにくいのかなってありますねだからそこを変えていただくと大きいかもしれないですねただあれは企業にとって有利なんですよあんまり何も考えずにまあ去年例えばわかんないですけどえまあ大学 種別ごとまあある種のランクごとにこう何人何人何人とっての前例踏襲して景気が悪くなるちょっと減らそうとかですね今年はやめておこうとかやってるだけですからまあだからちゃんとこう人を見てない人事をやってると思いますね民間企業、うん、特に大手に結局その能力で人を選ぶっていうのは逆に言うと能力のない人を切るというのがないと成立しない社会なわけじゃないですか。 でも今、リスキリングしましたって言って、能力がありそうな人をバンバン取っていっても、あこれないやってなった時に、やっぱ切れないよねっていうのが日本社会のわけじゃないですか、そうすると、やっぱ無能は切るっていうのを法律上可能にするっていうのは、どこかできそうだと思うんですけど、うんまあ、まずさっきの話でいくと、私、ドコモで人事の採用担当やってたので、あのめちゃくちゃ見てますね、もうもはやあの大はえ、もはや大学のランクでは選んでないですね。 むしろ SPI の試験とかもう実力が出るものでバンバン見てるんですが総合的には大学ごとに分かれますよね全般的にはでそれからまあ,ある種のランクごとにこうボリューム採用してませんあ全然してないですねどこですかはいあなるほど、うん、むしろ全くそれされてなくて霞が関もそうされてないんですねで今結構就職の中では何が起こってるかっていうとれは大学の例えば慶応のなんとかゼミで え5を取った人と、えー、早稲田のなんとかゼミで3を取った人と、えー、他の地方の大学で4を取った人っていうのを並べてビッグデータでどれぐらい厳しく評価されてるかっていうのを今分析する実はデータベースをスタートアップが出してきたスタートアップやってるんですかはい。はえ<ー>。これなかなか面白くて松尾ゼミの評価さんと,、はい、3とあとよく分かんない まあ仮にですけどなんとか大丈夫ですけど西田組 <laughs> のそれはどっちがレア度が高いかってことですねバンバン5を出しちゃってるゼミとなんかちゃんと12345をこうきっちり分けて出してるゼミっていうのが分かってくるのでそうするとその評価の信用度が分かってくる 個人情報的に危ういな結構それはでもそれは本人が了承して出してですね。すねということをやっているようなサービスが出てるようにまず大学の授業がやっぱりこの世にさらされて評価されるという仕組みが今出来上がってきてるのはそれじゃあ楽勝ゼミ今人気だったけど楽勝ゼミは実はそれがバレると就職しにくいってなる可能性があるってことですかまあ就職しにくいっていうよりはそこをアピールしてもなんかその数字だけでは評価されづらいですよね。 ただ面接で結局聞かれるわけですから応答すればですねどれぐらいちゃんとやってるかっていうのは分かるようになるわけですけどコミュニケーション下タだけど実はとっても粘り強くこの分野はできる人っているわけです救うって意味でそういう人を発見できるようになるっていう意味では実はすごく前向きに私いいと思うんでまあというわけで大学のですねこの評価が可視化されて分析されるようになるっていうのはすごく構造的にいいことが起きてると。でもう一つじゃあその学んだことが評価されて給料にならないじゃないか問題は まさに企業側がもう年功序列でいわゆるメンバーシップ型雇用うちにいたら一人前にするからっていうことをずっとやっててなんかスキルとか何を学んでいるかっていうことで採用してない問題っていうのがずっとあったわけですけれども、まあ、これを転換していくっていうのは重要だよね。ということでいわゆるジョブ型雇用っていうものが必要なんじゃないかっていうのが今のひろゆきさんの定期でつまりそのジョブに合ったスキルを持った人を採用すると。 で期待した能力でコミットしてやってくるんだけどその能力に達しなかった場合はやっぱり違ったよねってことでやめていただくということができないとそのサイクル回んないよねってことなんですがこれその中には海外の企業で日本法人の外資企業ってこれジョブ型で雇用して評価が悪かった場合はやっぱり退出してもらってるんです。 ゴールドマンサクーだ、ねはい、とか IT 系の企業もそうです、ね、でそうででですすねってちゃんんんとしたプロセスを踏んでるんで,すよで、これ相当人事のノウハウが必要ででもやり方を丁寧にやるっていうことはこれは働く人にとっても、えー、雇用者側にとっても実はいいことになるのでこのガイドラインをきっちり出してその中のルールの中でちゃんと整理をしていくということをやりますそうするとじゃあガイ,ドランドガイドライン通りにやってれば無能を切っても裁判になっても負けない という状態を作っていくと。 おすごく面白くって結局ひろゆきさん的には首切りっていうことになってますけど日本の,その外資系企業でも、まあ、その無理くりあの首切りしてるっていうよりも、まあ、インセンティブつけて自主的な退場を促してるっていうのがあ、まあ、事実っていうか、まあ、あのたくさん退職金積むから、まあ、やめてってくださいんで、まあ、受,け受ける側も、まあ、あのそうかここの下では評価されなかったら次いく行くかということで、まあ、やめていくってことですから、まあ、ただそこはまさに今まで日系企業を持ってた人事のノウハウと全く違うものが必要になってくるっていった時に。 まあそのプロセスをガイドラインで示していくというのはまあ確かにありえるかもしれないですね、それだと今の制度とも整合的ですね、うん、でちょっと最後の質問に行く前に、時間もそろそろ遅くなってきたので、最後の質問に行く前に、今のところ、ちょっと1個だけ小林さんに補足で聞いておきたいことがあります、まあ、とはいえ、なんか僕もです、ね、知り合いにこう Twitter の、Twitter 社の人とかいたんですけど、やっぱり Twitter 社ジャパンも、ですねもう日曜日の夕方に、毎週のように、ファイヤーみたいな <laughs> メールが来て、おーって日曜日にみんな、メンタルにショックを食らって。はい 行くとで今日俺なかったとか。い、えー、あいつ組ビになったのが結構。まあ、日曜の夕方なんですよ。あ、そこまあ、テンションだサさありらしいんですよ。で、俺残ってるやつのメンタル的にも良くないんじゃないかと。正直見えるんですよね。でまあ、そういう効率的な社会にはなるんですけど、果たしてそのそれだけだとアメリカ。 結構街に家ない方とかいっぱいいらっしゃって失業率も高かったりしますよね日本より。まあ、よくないのもの出てきちゃうと思うんですよね。そこに対して日本うまくセーフティーネットもちゃんと張り巡らせながらそういうのやっていきたいなんですけどセーフティーネットに関してはもうセーフティーネットはもうむしろ十分なぐらいあるんでまあ実はですねハローワークがちょっと問題があって。 全然ちゃんとキャリアコンサルティングしていいスキルをつけないっていう問題があるんですけどそこを直していきますとでもですねアメリカと日本の違うところはめちゃくちゃ人手不足だってことなんですよだからあの会社辞めたらもう引く手はまたなんですねで海外でもそういう IT 系企業の人たちがファイヤーされたって言っても別に個人が否定されたわけじゃなくてそのポストに合わなかっただから実は僕今度ファイヤーされたからどっか 他の会社あるみたいな感じででで SNS オープンにしてってっよ。で日本でも実は今回結構 Twitter とかいろいろありましたけどもそうやってオープンにする人たちが出てきましたね。で私そういう人たちそういうカルチャーになった方がいいと思うので実はデジタル庁から早めにメッセージを出そうって言ってもう大歓迎ですみたいなことをもう,うち採用したいですっていうことですねあの打ち出してこうみたいなこともやったんですけど、まあ、そういう形で別に ポジションがなくなることっていうのは別に個人が否定されたのではなくただポジションに合わなかったもしくはそのポジションをクローズしたのだというまあ認識に変えていくっていうのは重要かなそうこれつクビになったことないからそういうこと言いますけどね俺日系体育大学の中の時に泣きましたからねなかなか辛いじゃないってだからまあそれ若干違う理由ですよね。<違>う <laughs> <laughs> そうね。でもやっぱり辛いのはもちろんそうですよね。 だからそういう人たちが次のポジションに移りやすい社会を作るっていう意味でなのでリスキリングの政策っていうのを、まあ、実は今あるポジションの中でも自由に学べるようにするしそのポジションを失った後にもですね十分手厚くやっぱり新しいスキルが得られるという環境はあるん先生ともに今小林さんおっしゃったようにマインドセットも必要かもしれないですねどちらかとですねそっちが結構大きいですね日本の場合は。さんいやなんかそのツイッターが4分の1ぐらいしか社員残さなかったんですよね。 要はその4分の3首切りました。でもツイッター回ってるじゃないですか。結局その企業ってだんだん膨れ上がって、なんかお菓子棚を作って、お菓子棚を整理する人みたいな謎の職業の人が増えて、で結果として効率悪くなるっていうのがあるので、その首をパンパン切って効率的な会社組織にするっていうのは、すごく重要なことなんですけど、日本はそれができないし、それをやると悪い会社。 かのように言われるわけじゃないですか。イーロン・マスクもめちゃめちゃ悪く言われてるわけじゃないですか。でも、あれだけ赤字を垂れ流したツイッターをリストラして黒字にするっていうのは、社会のために必要なことなんですよ。でもなんか、そういうのがいいことというより、むしろ悪いことだと考える人の方が多いっていうのでいくと、やっぱり首切るのが悪い社会ってなっちゃうと、その結局、効率の悪いまま、その社員を抱え続けるってことになっちゃうのかなと思うんですけど。 やっぱマインドセットとどんだけセーフティーネットがあるかっていうのを周知徹底みたいなの大事かもしれないですよね。あとそれから先ほど小林先生おっしゃったのはその首切りを干渉するというよりかはまあ言ってみれば積極的に自主退職を促すガイドラインみたいなものですよね。つまり現行の開雇規制を緩和していくっていうものではない。えっとですね今の開雇規制ってそんなに実は細かく書いてないんですね。そうですね四要件ですね。そうなんです。でそれに判例が積み重なってるだけなんです。うん でジョブ型型雇雇用用とメンバーシップ型雇用の大きな違いはやっぱりもう入った瞬間人事異動も全部会社にお任せというパターンかいやいやお互いにフェアに契約を結んで特定のポジションで入るっていう意味では働く側側と雇用すするるの関係がよりフラットになっているんですねそうするとこの裁判した時の判例も全く変わってくるということになるので実質的にはこの解雇規制が見直されたという効果を出せると。 まあ、そうするとじゃあ、古くからの,そのメンバーシップ側の特になんか勤務規約とかを見ないままなんとなく就職しましたみたいな人はそこのガイドライン通りにはできないあくまでジョブ型雇用でか雇用された人はガイドライン通りだったら介護しやすいってことですかその通りです、その通りですだってそ,そうじゃないとさすがにあの事前の契約と全く違うもんねだらそうなるってことかそうです、そうですでもそうなると給与が上がりますよとか こういうラダーを上がっていくこういうスキルを作るともっとポジションがありますよって新しいキャリアを提示してなので実は日本企業で混ぜて提供している企業って出てきていてだんだん移行していったりっていうことをやってたりするのでまあそういう事例も共有してガイドラインを仕上げていくっていうことになりますが最後あの先ほどあったようにやっぱりその感覚認識が変わっていくってものすごくやっぱり社会を変えていくってす,すごく重要なんですけど。 人手不足ってものすすごくそれをドライブでできるんですよねやっぱりなんか仕事がなくなるってとっても辛いですけど引く手あまたなんですよ。もう日本中に仕事があるんですね。ちなみに今軽井沢に行ってタクシー運転したら大体月収100万超えれるっていうのが。マジっすかはい。地元のタクシー会社の運転手さんとこないだ話したんですけど<う>めちゃくちゃ忙しいと。でもそういう情報が。 やっぱ出てこないんですよねだから実はローカルの人材マーケット雇用マーケットっていうのがまだ実は全体に広がってないっていう課題もあるんですけどここも新しい企業が出てきて開拓されれば実は自分は引く手あまたであると価値があるんだと思えるのがこの人手不足の社会なので私はこの人手不足っていうことをもう改革のドライバーにしてこの国をやっぱ10倍ぐらい早くですね改革を加速させたいと思ってます。なるほど じゃあ時間も来たので、そろそろ最後ね、まとめていきたいんですけど、まあ、ちょっと、ひろゆきさん、俺やっぱね、今日小林さんの話を聞いてみて、まぁ、あ、ちょっと、ひょっとしてやばいんちゃうかなと思ったんですよね。っていうのは、やっぱあの、立憲とか、まあ、維新とか、いろんなところの若手の方に来てお話聞きますと、で、皆さんそれなりに政策について思いとか、情報とかすごい勉強なさってるんですけど、やっぱ与党の情報量半端ないなと思うんですよね。 で、まあ、仮座のタクシーの運転手さんの話から、多分、役人かの話からやっぱそ、まあで、しかも、さっき言ったすごいのは、年末までに、なんか、もうやりますみたいなこと言ってたところもあるんですけど、まあ、やっぱ実務として携わってるっていうのもあるじゃないですか。で、これ、まあ、まあ、せ、あの、いろいろ選択可能性って多い方がいいんじゃないかと、もう一般論的には思うんですけど、やっぱ情報量高すぎて、これ、やっぱ政権交代起きないんじゃないかっていう説が、ちょっとやっぱ、 濃厚になっちゃう気持したけど、ひるミさんどう見ましたこれはんんあの小林さん個別の問題で、元おにゃんこクラブとか、元スピード来たらこんな話できないですよ。あそうか自民党ですか。<laughs> すかはい、小林さん個人の問題なのか、与党ちゃんとしてる政治家が自民党にいるっていうだけの話で、ちゃんとしてない政治家もいっぱいいますよ、自民党。あ、そうか、じゃあ大丈夫か。<laughs> はい、<laughs> か個人的な問題だったか。あ はい勉、勉強になることもいろいろありました。じゃあ、あのー、最後感想を聞いていきましょう。西田さん、ひろゆきさんでいって。えー、最後に小林さん、どうだったら聞いていきますね。はい、いや、あのー、なんかこう、今日はスタジオが暖かいので、冷たい空気をと思ったんですけど、まあ、確かに。 うなずいてしまうお話が多くてですねなんか冷たい空気にあんまりならなくて残念至極ではあるんですけど<そ>どんなメディアなんてそんなメディアじゃねえか本当<え> <laughs> ですかケースがいいたまに来るとですねいつもなんか冷たい空気が流れてこれどうどうなるんだろう<え>ひろゆきさんはいつもフランスでみたいなあの現場にこののポツネント残されている僕とかどうするんだろうとかいつも思ってるんですけど、まあ、今日確かに暖かい空気が流れるスタジオだったなという印象が強いんですが あの小林先生、やっぱりすごくエリートという側面が政治的エリートですね、まあ、岸田派で当選4回ですでにあの副大臣、政務官等々のご経験積み重ねて、きょうもあのなんていうのか、総理がこれぐらいのお話をされればいいんじゃないか、まあ、その意味では将来の宏池会のなんていうのか、エースっていうのは、ね、広島ですしね、先生ね。急にめっちゃ音風が流れてきました、ね、<laughs> <笑><笑>いやいやで、まあ、まさに選挙っていうことでいうと、どうですか。あの小林先生はあの 近い選挙ってお考えになっているのかどうかっていうことと、それからご自身だと。えっと、区割りの変更になってるんじゃないですかね。えっとですね、区の名前が変わっただけで。ああ、実質。福山市単独一、ね。ああ、そうですか。じゃあ、あの七区も、えっと、新六区も、はい、ほとんど変わらないとです、ね。はい。そうかじゃ、あ選挙も。盤石で。<う>終わりたいと思っています。まあ、そういう意味でいくと、選挙は私はずっと来年派です。まず、来年派。はい、なるほど。 2つ,2つの要因があって端的に言うとまあ一つは今支持率が下がってるのって私はもう当然だと思うんですよねだって物価が毎月上がっていくわけじゃないですかスーパーに行くとまた値段上がったとでもお給料が上がるのって基本的には大企業中心に春闘があってつまり来年の4月ですよねそれまでの間って手取りが増える人ってすっごい少ないわけですよだからそれはやっぱり経済的に苦しいとなったらこれ支持率下がると思うんですね でもそれをちゃんと補正で乗り越えながら来年の4月以降やっぱ手取り増えたなっていう瞬間になっていかないと私は厳しいと思っているのでやっぱりまず来年以降だろうとがいいんじゃないかと思ってますけどまあでも解散しちゃったらもうやるしかないのでえしっかりやりやますが自民党のさまざまな年長の先生方とかあるいはあの先生と同期ぐらいでもなんかいろんな方いらっしゃいますけどそういう人たちとはうまく お付きき合いできるものなんだ <laughs> 私どんな人だと思われているのか分かんないです何 <laughs> ていうのか腹が立ってきたりとかあのされないのかなといっと思ったんですけどいやないっすねあす私あんまり嫌いな人っていなくて、まあ、んんなん西田さんにエリートだって思われているのがすごい意外だったんですけどまあまあ祖父が戦後1回だけ参議院やってるんですけどうす、ねえー、もう生まれた頃にはそんなことなかったんでんある種サラリーマンから素人で 政治の世界に入って、まあ、がむしゃらにやってるうちにいろいろ規制改革のノウハウが分かってきて改革をやってるうちに青年局長とかですね,そう,ですねそういうポジションが結果としてなんかついてきたっていう感じなんですよ。なのでどちらかというとなんかベンチャーっていうか政治的にはスタートアップなんです。でもまあとってもなんかみんなそれぞれ社会を良くしたいと思って入ってきてるんだけど結局そのやり方が分からないとか。 場合によってはその分野によって感覚がずれている人たちっていうのがおそらく皆さんから見てなんか変な政治家ってて見えてるんですよね。でも話せば人間的には社会を良くしたいと思っている人なのでやっぱりこの人が得意なこととかやっぱりやりたいと思っていることでいろいろ一緒に仕事をしていくとたくさん仲間ができていく。 すみません最後1点だけ、はい、あの今、デジタルをしていかれる、もうあのいいと思うんですけど、古い通信と放送の分野、残ってますよね、自民党の中でもこれ、別に存在してる、これはどう一体化していかれるのか、あるいはバラバラのままなのか、これだけお考えさそうですね、あのそっちの実は、会議の役員も務めているので、改革を進めていきたいと思います、あの衛星放送の新規参入とかですね、NHK 改革というのを私、今やってますので、大きく変えられるように。 まあそのためには著作権法も見直さなきゃいけないんですけども、まあ、そういうのも設定してやっていきたいと思います今ちょうど進んでるんですけども例えばテレビに出た人たちにですねネットに流そうと思うともう一回権利の許諾を取りに行かなきゃいけないみたいなことがあったりとか結構ネットで配信するのに大変なんですよねだからそういったところを整理をしていくと。NHK の理解増進情報はなくした方がいいですか あなくなっていいんじゃなあ、ですかでも新聞協会とかが出してきてるのは、はい、むしろ放送で出したもの以外はやるなってなってますけどそっちの方が好ましいですか、ねはい、いやでもまあ別に放送で出す方法っていくらでもあってあいやいや放送で出したコンテンツだけウェブにも出していいっていうふうに言ってますよね、えーいや、だからそれってやりようがいくらでもあって、うん、別にラジコとかですね音声メディアもラジオやれるので、うん、NHK が出したいものあったら全然音声でも出しちゃいいんですなるほど。はい それはちゃんとあのそれ形にしていただきたいですね、なんかこういろんなところから横やりが入って、ってな,ね、なんか NHK はあの放送しかやななくなっ放送とそれをそのままネットに NHK プラスに上げたものしかやらなくなっちゃいそうだからそうならないようにしていただきたいです。ねそうです、ねうん、なんですけど、本質はやっぱり海外展開ですよね、うんうん、NHK を国内にとどめて意味があるのかっていうことですねやっぱりアジアのエリアの BBC みたいな状態にするっていうのが、NHK 回復の本質だと思ってますから。好きにななっちゃうな ありがとうございますいや、やめな、ちょっと小林さん、いろいろ聞きたくなっちゃう、この空気、なんかすごいな、このオーラーと思ったけど、まあ、それは置いといてね、ちょっとあんま上げすぎるの、しょうがないから、置いといて、ひろきさん、どうでした、きょうのいや、まあでもその、来年に物価上昇が続いて、いくら命令的な春闘があったとしても、大企業の人がちょっと、まあ、一休みするぐらいで、やっぱり支持率、物価が上がってる限り変わんない気がするんで、そうすると来年も選挙厳しいんじゃないかなって気がすするんですけど厳しいと思います。 それならまだ今のが今年のがマしじゃねえとかならないですかいや多分ですね今の方がきついいと思いますね意外と私あの地元の福山と毎週末行き来してるので地元の企業もあるんですけど結構中堅企業ぐらいまで前回の4月で5%ぐらいとかって給与上げてるんですよね結構中堅中小企業まで上げ始めてるので来年4月も大企業だけって感じにはおそらくならないと思いますまあまあ一定広くいくっていうことだと思うので 結構ですねあの期待を持てるんじゃないかなとまあただそれがうまくいくかどうかっていうのはまあ政策もあるし外海外の要件が結構違わるのでまだ油断できないですけどまあ今年よりは来年かな、うん、日程的にあんまりないですよね秋日程っていうかまあわかんないですね、うん、ここはね,ね、はい、じゃあ最後小林さんいかがでした今日はやってみてはいいやまずはあの西田さんからやっぱり大学の実態とかですねさまざま 教えてもらったんでやっぱりもっと我々も現場の解像度を上げてですね改革に取り組まなきゃいけないなと思いましたしまあひろゆ之さんから本当にあの構造的な問題をどんどん指摘を頂い,いて私もその通りだなと思うことがあります、まあ、なのでなんかこう構造的な問題って見えづらいんでなんか分かりづらくなっていくんですねだけどそこの問題を解かないとこの国ってよくならないんですよだから予算が10兆円だとか100兆円だとかじゃなくて この構造的な問題をどう解いていくかっていうことを皆さんにちゃんと伝えながらあ、この国は変わるんだとちゃんと変わっていけるんだとだったら自分も,も何か職場も変えていけるんじゃないかとか仕事も変わっても面白いんじゃないかとまあそう思ってもらえるようなあの社会を作っていけるように頑張っていきたいと思います今日はありがとうございましたやっぱ元気になるリハックスですよこんなの初めて、ね、めちゃめちゃ構造問題とかの解説もめちゃくちゃ高いんですよねそうですね ちょっと引きましたよ <laughs> <laughs> ねひろゆきさん引いたよね、逆にもうすげえなと、ちょっとあんまりすげえなって言うよくないんだけど、政治家言わないうにしてるんだけど、な、ね、んいいいまいやだかいろんなこと聞くと、ちゃんと的確に返ってくるので、記憶力もいいしあの、お話ししててすごく楽しいんですけど、でも自民党の政治家って、やっぱりろくでもない人の方が出世するから、どこで小林さんはろくでもなくなるのか、道が閉ざされるのかっていうのが気になってます。 はいそれともろくでもないんです、こうご期待ということで、本日は、えー、小林文明さんにお越しいただきましししたたたあありりががととううごござざいいまま4回も落ちてるわけだから、からそもそもその、まあ、政治家やりたかったわけですよ,よくね、まあ、確かに知事辞めて、あの状況で立候補したなという意味では、いや、まわ、あ、れながら大したものだと思うところはあるんですけれどなぜ辞めたのかを自分から説明しないじゃないですか。えー、僕もしたから、ね もううつまなないこと言よよって感じがすするわけですよだって別に僕はちゃんと説明したしそんなのよ分からない人がいてもごまかせるんだったらそれでいいよねっていう感じで進めてるんであそのパターンねと思ってるんですけどあなた自身はさ人としてどう,よどうしたいと思ってるありとあらゆるものをけなしてそれ楽しいのってこう聞きたくなるけどいや僕は廣璃さんだから、ね、いや僕は田朝さんに厳しく当たることはあるんですけど嫌いではないんですよ サブスクのまったり200というサイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか、経済の森の楽屋トークとか、アフタートークみたいなものもたまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけでなく、ちょこっとした、ちょこっとした、ちょこっとした話をしたります、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信も、ね、たまにやったりしてますんで、皆さん、ここもライブに出会ったりしながらお話をさせていただくといな、私、非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい まあ、全然登録したくても大丈夫ですし、ちらっと登録された方は、ね、え登録して,みてください。ええー、引き続きよろしくお願いします。